みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今は、6時9分。かなりここはね、早いことで終わってるという。まあ、うんこもね、健康管理、一応、見守ってやってるんでね。まあ、今のところ、もう吐くのも止まって、ね、やっと落ち着いてきたかなと、ここの子たちは。ね。それでね、第2ステージ、まあ、シェルター、ね、今週の土曜からかかってもらえるということで、来週にはできてたらいいんやけどね、まあ、まずね、慣れてるミミちゃんとか、イッちゃんとか、みっちゃんとかね、この古いね、子たちからね、ワクチン受けて、来てもうてね、入れてからね、来てもうて、あれします。一旦ね、分散しよう思ってね、この半分ぐらいを向こうに、連れていこうかなと。こういうアメちゃんとか、おとなしい子とかね、慣れた子とか。だから最終的に、ね、スジちゃんなんか悪いからね、モバちゃんとロシャンちゃんによく最近喧嘩してるから、そこらをちょっとね、どうするか考えて、マイルちゃんもね、こういう感じで、ね、マイルちゃんおいで。おいで、噛むかな、おいで、おいで、マイルちゃん、はい、おいで、噛むかな、噛むかな、なこなこでね、逃げる、あ、キャッと出てんの、まあ、可愛らしいわ、はい、ママ、あ、ママ、うんこ出かけてんの、ちょっと、自分の力でなかなか、ね、はい、サブコロちゃん、まあ、この辺の子はね、ちょっと、こういうとこかな、思ってね、ここにちょっとまね、これ何してんの、なっちゃんと何してんの、ニックも悪いね、最近ね。まあ早急にね、1階部分をね、先にルーカー張り替えてね、脱走防止のね、扉を入り口につけて、それとキッチンとね、リビングの間に仕切りをつようのでね、透明でなんか向こうもね、見えるように、まあそんな感じでできるたらいいんやけどね。まあどういう風なイメージはまだ湧いてないんやけど、まあそういうことは伝えて一応進めていこうかなと。はい。まあ半分ぐらいはここのね、いっちゃんとかその辺みんな連れていきます。マリンちゃんとか。先にね、古株の子は特に。まあこの子らはおとなしいからね。ね、ロシアンちゃんも甘いかなと思ったり、まあだから誰か言うてはったように当分ここ残しますんでね、まだ、まあ、一挙に行ったらストレスになるからね、徐々に ね、ゴールデンウィーク中はそんだけのことこうね、移動しようかなと。まあこの後ね、向こうの掃除もまだ残っているけど、まあ時間的に短縮できた中でね、その後トイレのね、あれとかいろいろ作っていかなあかんわけで、餌も今度はね、特注で作ってもらわなあかんからね、ちょっと時間がかかるかもわからないけど、一旦こういうやつをね、置いとこうかなと、うん、水システムはね、自分そろそろやっていこうかなと思うんだけどね、だけどね、こういう下に置いてる水もね、家猫もそうやけど、ペットボトルで落ちるタイプのやつと、じゃあペットボトルじゃん。ペットボトルで落ちるタイプのやつと、それと、何でした、フィルター付きのシャワータイプ、噴水タイプのやつだけど、やっぱり溜めてるタイプの方がよく飲みますね。猫は溜めてるタイプの好きなんかな、うん、そんなでね、ちょっと、いろいろね、工夫して、いろいろやっていきます。ね。まあ、ほんまに言うてね、この自動システムがね、勝手にトイレも全部、流せるんやったら、ポンさんがね、倒れたかで、1週間、2週間のね、コロナ、入院したとしたかで、いけるようなことも考えた方がええかな思ってね、自動システムにも。まあ、それも良くない言うようなこともね、見るけど、ね、そこはこだわってるとこやからね、うん、やっぱこんな、こういう時期、ことになった時には、それは2週間なり、ね、こなし勝手にね、飲めたり、水飲めたり、餌もできたりしてたら、ね、ポンさん倒れたかで、
2週間ぐらいだったらいけるかな思ったりね、まあ、そういうのもねやっぱり考えてた方がええなおでって真剣に思いました。ほんまにまあトイレがまだやからね、これトイレ毎日取ってるから朝晩、ね、そこはクリアできるのがなかなかやけど、自動となればかなりね難しいかなと。無人でもできるように、ね、できたら一番いいけど、ね、そこを目指さんと何が起こるかわからんからね。ほんまに今回のことでねやっぱり真剣に考えさせられたし、このシステムをやっぱり生かす努力もした方がいいかなと思ってね。普段は人間のねやっぱりできるときはそういうことをやったらいいと思うしね、だけどほんま緊急事態になった時はこういうのは必要かなと真剣思いましたね。まあそんな感じでね第2ステージいきます。はいはい、第2ステージの掃除終わりました。第1シェルターかな、うん、ね、ドラゴちゃん、はい、こんな感じで、まあ下ちょっとね掃除機こっち上にないからね、あの公的って掃除しなかんだけど、ね、下に1階には置いてんけど、まあ持ってくるのはねまた今日夕方でも掃除しようかなと。はいね、こんな感じ。それでこれね引いていかな、これブラックシードオイルやってるからね、みんな朝食ねうんこもね固まってるし、これも全部取ったからね。はい、はい、ヒーローちゃんもこんな感じで見えるようにすることによってねこの子もあの落ち着くからね、泣くこともないから、はい、あ、よしよし。ここで上はね太陽をあの見れるようにね。はい、ヒーローちゃん、はい、キノコちゃんも食べてます。まあ、掃除機せなかねえよな、このうんこもしっかりしてますね。はい、きなこちゃん見えるかな、ね、でこの子がねジャルちゃんがちょっとこの薬の匂いが嫌いなんか食べないんですよ。まあ、あのテレアルチュールはね食べるんやけどね。はい、トロちゃん、トロちゃん、トロちゃんも綺麗に、はい、その次は向こう、向こうね、はい、はい、そらちゃん、そらちゃん可愛いなってきましたよ。はい、そらちゃん、そらちゃん、これ今日投げんの。それで、みぎちゃんもこれね、缶詰の缶ね、CD やとかね、AD やとか、CD やね。はい、あーちゃん、はい、あーちゃん綺麗に。はい、くりちゃん、くりちゃんの木。はい、くりちゃん。ね、シャーシャー言うけど買いとこないで、うんこもねきちっとしてるからね。はい、あーちゃん、はい、はるちゃんが結構うんこよく得意かね、要しますね。はるちゃんもちょっと考えなかんな。一応ねこの台はつけてんけどね、まだ引きも引いてないから今日あたりね、なんかこっちもね、そらちゃんの子もやったし、このレオママはこんなね見て気のしてあると思うけどね、レオママちゅうかエルサちゃんね、レオちゃんは怒るからこれでドラになっちゃうのよね、手伸ばしたらレオちゃんの方もね大してるんやけど、はい、レオちゃんね、こんな感じでちゃんと閉まってんな。それで一応空気の入れ替えしてたのかね、ちょっと開けとこう。まだ今何時だったかな、40分ぐらいかな、余裕で時間あります。6時41分ね、7時にねポンさん朝ごはん食べるから、まあ、こんな感じで、ね、早いことね、ここね何とかしてやりたいんけどね、ここも出ないようにせんなあかんしね、ここね、こう水道があるのはね、ほんまいいっすわ。まだ開けてくか。空気の入れ替え。ここも掃除せなくて汚いけど、ね。これ、ここのね、これ水道ちょうどあるから、これをね、こっちちょっと穴伸ばして、反対側手洗えるところとかね、水道がやっぱり上にも必要だからね。あったら全然便利やから。
まあ、それをねちょっと考えてます。それでここにね犬小屋みたいなの作って、大きい猫小屋ね、屋根もあるからね、サブサブ押しで、これでここ行き来できるようにねしたいなと考えてます。結構こうストレス発散になるんちゃうかな、いろんなしたらジャングルジムみたいなするから、まあそれもね早いことできるようにね頑張りたいんけど、まあ、ちょっと開けとくか、ちょっと空気の入れ替えな、なドラちゃん、まあ、こんな感じです。はい、第2ステージ終わりました。終わりです。ハッチーズから一言、餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。